ボルドールが逃げたとにわかには信じがたい。ですが現実に父は帝都を放棄し私に全権を移譲しました。では私も帝国臣民ももとより戦は望んでおりませんでした。帰国から講和を提案していただけるのならお受けしたいと存じます。そなたの母君が帰国に嫁いで以後王国と帝国は平和に手を携える間柄であった。バイル帝国新皇帝ゲラルト陛下、どうか再び我らと手を携えてはいただけぬか。願ってもないことです。戦績未確認艦はアスター4号星の衛星軌道まで3時間の距離に迫っているそうです。アルダスの位置はあと16時間かかります。速度から言っても未確認艦はアストリアに匹敵する性能を持っています。相手の目的次第では悠長にしているのは危険かもしれません。もう少しゆっくりしていたかったんだよ。どうするんですか？今私たちが彼女を逮捕し連れ帰っても我々も軍旗を犯しているのでまともな調査がされない可能性があります。秋月の目的はイーダス乗組員の救助です。ビープスの脱走軍人逮捕は然るべき体制を整えてからにしたいのです。それまで彼女の身柄を預かっていただけますか？我々も彼女に聞きたいことがたくさんありますから。ありがとうございます。連邦の一員がご迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。本当にな。俺ももうちょっといられたらそこらの情報をもっと収集してベグワルドに戻るのにいい土産になったかもしれないのにな。悪いな、ドタバタして連れて行ってもらえないなら、せめて行かないでって言ってもいいかしら。嬉しいこと言ってくれるな。ごめんなさい、困らせたいわけじゃないの。でもこんなに急にお別れなの、まだ何のお礼もできてない。命を救ってもらった。この星で生きる力をくれた。仲間の命を助けてくれた。これだけのことをしてもらってこれ以上要求したらフェアじゃない。姫を泣かせたな。女を泣かせる男は悪者と相場が決まっているな。行くのか？ええ、これ以上この星にいれば余計な災いを呼びかねません。これが永遠の別れというわけではないのでしょう。ベグワルド人は連邦のルールには縛られないからな。俺が会いたくなりゃすぐに来ちまうだろうし、お呼びとあればすぐに伺うぜ。あんまり間開けるなよ。仮を作りっぱなしは性に合わない。必ずまた我が国を訪れるのだ。オーシリアス王国はそなたらの名を決して忘れぬ。マリエルより秋月へ収容をお願いします。レイ、私この国が素晴らしい国になることを祈ってる。さよなら、レティシア。